そのおばあちゃんはね、そんな風で、そんな人が多かったですよ。それでみんなうちがこの水俣病の活動にあっち行きこっち行って青森まで行ったりとかね、東京大阪までその頃若かったので体が動けたので行って、語りでというか話をしたりするんです。